月9だよー、全員集合。いかない顔してどうされたんですか？あ、いや、生徒の相談に乗ろうとしたら恋愛事だからいいって断られちゃいまして。ほら、デリケートなことですし、男の先生には話しづらいんですよ。深い意味はないかもしれないけど、あーってなんか気になるな。ひかげちゃんのお姉さん、美人なのに恋人とかいないの？へえ、そうだよ。結婚したら家計楽にならない？外見はともかく、いいお姉ちゃんではあるけど、恋人っていう目で見たらどうかなって感じだしね。はぁ、あ。それに本人はもう結婚したつもりでいるだろうし。ん？つもり？うん、所得は全く生まない男とね。ん？そう、二次元だよ、二次元。ん？どれも美味しそうで迷っちゃうね。このチョコレートクリームのフォレノワールっておすすめみたいよ。そっか、こっちのカルディナールフランボワーズっていうのも気になるし、どうしようかな。もう決めたの？私はこれに一目惚れ。あんたは相変わらず早いというか、インスピレーションで決めるな。我が生涯に一片の悔いなし。はいはい。せっかくだから二つ食べちゃおうかな。私もお財布と相談して食べちゃおう。いやいや、鏡が相談すべきなのはお財布じゃないよな。そこに触れてくるな。お待たせしました。あれ、宮川さん。あら、お疲れっす。ケーキっすか？お疲れ様です。そうなの、あまり使ってるつもりはないんだけど、妹がね、今月はできるだけ節約してくれるとありがたいんだけどな。で、今日は特に行ってきてね。普段いろいろ頑張ってくれてるお礼も兼ねて、ご機嫌直してもらえたらなって。なるほど。でもそれなら、そういうのも含めてお金使わないのが一番なんじゃ。ただいま。これなんだけど。おかえりなさい。え、それケーキ？なんで買ってくるかな。普通そんなことしないでしょ。そんな風に言わなくても、一応ひかげちゃんのためを思って。こんな立派なのあったら、私が自分で用意したのなんて出せなくなるじゃん。え、何このプレッシャー。ピーン。あ、今日私の誕生日だわ。お姉ちゃん、自分の誕生日忘れてて。今月はできるだけ節約、今月はできれば少し、今月は少しだけでも。すべてはこれのために。お姉ちゃん、改めまして、お誕生日おめでとう。